通過しました。おお、素晴らしい。こっちが正規の道ですかね。我々は迂回路を通ってきましたが、迂回路の方が危険でした。そこは頂上ですか。山の頂上です。あれがトイレ？高野山かな。はい。戸塚温泉に行って、そこからまた果てなし峠、もう一個山があります。それが終わると今度熊野本宮までまっすぐです。はい。前です。グラアトらしい。どこへ？快適なトレイルが続きます。みんなはもういません。のんびり行きましょう。かっ、快適でしたな。ここはどこ？観音堂到着。どうでした？ガーミンが取れてなくて、こっからスタートです。おお。お前今ロード出たら、これいらんかもしれないですね。いらんかもしれない。ここはどこですか？戸塚に着いたようですね。戸塚村の標本です。お、地元民にちょっとインタビューしてみます。地元民、はい、地元民、地元の人ちゃいます。鳥取ですからね。鳥取かっ。おお、また山の中に入っていっております。イエーイ。行きましょう。熊野参詣道小遍路、小へちでした。お手洗い発見。ここも切れそうなトイレです。スパルタです。スパルタ
さっさと来いよ。出ました、鬼軍曹。お、なんか地元の人もマラソンの練習をしてるみたいですね。おお、いつも走ってやるんですかね、ここ。いつも走ってます。そんな大きな荷物背負ってですか、いつも。毎日です。おお、通勤です。通勤ってどこまでどこまで行きはるんですかね。店です。おお、すごい。帰ってこれないじゃないですか。ぐいぐい、こっち行くかね、さんです。津川温泉スバルの里です。かなり長いロードを走ってきました。暑いです。コヘチハテナシ峠登山口とあります。スバルの里、ここで温泉入ってゴールだったら嬉しいんですけど、まだもう来てもあります。はい、はい、続々と選手がやってきました。キロ6分切れとるかな。そのままはい、ゴール終わり、ビアタイム、ビアタイム、ビアタイム飲んでこい。ちょっとビアタイムでしょうか。写真だった休憩ですか。お昭和どこ行ったん。お昭和ビアタイム、ね、休憩中、みんな休憩中。ちょっと尋常じゃないぐらいお腹空いてる。こいつはアイスクリーム2つ目美味しい。お腹痛くなります。鬼軍曹金屋さん、だいぶ飛ばしました。地元の人、またここに行ってます。ハムスターみたい。お寿司さん、アイス食べてます。定番のビールです。イエーイ、私もビール。イエーイ。イエーイ。暑いですね。だいぶ暑いです。アイス2本食べました。生き返りました。お腹痛くなるぞ。これから、はてなし峠へ向かいます。はてなし。聞いただけでいいよ。末松はすでに半袖です。山で凍えます。